こです。前回ですね、エクスペリアを買いましたという動画アップしました。皆さん、多くの皆さん見ていただいてありがとうございます。で、まあ、いろいろね、皆さん意見があるみたいで、参考になったりとかですね、自分も買ったよとかっていう方いてね、この XZ2 の仲間が増えるの、ちょっと嬉しいなと思ったりもします。で、その中でですね、いくつかあったコメントで、まずですね、2台持ちの理由、アンドロイドに触ってみたいからっていうのが大きな理由っていうのを一つ話したんですけど、私もともとですね、実は IT 系の企業にずっといまして、ガジェット好きなんですね。最近はね、あんまり新しいガジェットに触れてないんですけど、ガジェット好きで新しいもの好きで、スマホとかもね、結構ちょこちょこ買い替えたりとかしてたし、あとそうですね、そのカメラとかもすごく好きでいろいろ買ってました。で、そういうのが好きなので、ただね、ずっとアンドロイドを触ったことがないっていうのが自分の中でね、それで iPhone ずっと使ってるのもなーと思って、今回思い切って Android 買ったっていうのが一つ。2台持ちはね、以前仕事とかでも結構会社携帯、自分携帯って2台持ってた時期があって、結構そういう時期が長かったんですね。で、そうすると連絡2つに分けることができるのが便利っていうのがまず一つ。あとですね、動画アップするにあたって、実はこのチャンネル以外にゲームチャンネルやってるんですが、ゲームチャンネルの方の、動画の編集作業の一部がですね、どうしてもちょっと iPhone 上じゃないとできない作業が私の中であります。Adobe のクラウドとかを契約しちゃえばもしかしたら解決するのかもしれないし、そっちの方が安いのかもしれないんですけど、それでもね、ちょっと iPhone で作業してると、どうしても何かあった時連絡つかないとかね、いろいろあったりするので、サブ用に携帯をもう一つ持つっていう感じですね。ゲームチャンネル、ゲーム実況を作ってる時とか、スマホでね、操作してる時に着信入ったりすると結構そこで作業止まっちゃったりとか、ゲームやり直ししちゃったりとかね、することもあるので、2台持ちっていうのがもう一つの理由。どっちかっていうと、でもアンドロイド触ってみたかったかなっていうのが一番大きな理由にはなります、ね。で、あとですね、他にあった質問とかで、エクスペリア、なんでエクスペリア XZ2 にしたのみたいな、ね、XZ1 でいいじゃん、私もそれ思いました。正直ね、最初ね、 XZ1 買おうかなと思ったんですけど、お店の人に聞いて、ショップの人に話聞いて、いろいろちょっと話してたら、XZ2 でもいいかなと思って、あえて最新機種ね、ということで XZ2 にしました。正直ね、買う前いろいろ評判見たんですけど、あんまりね、評判今回良くなかったです。でも、ギャラクシーと、エクスペリアとアクオス、これが夏の3機種ですね。その中でエクスペリアにした理由、正直いくつかあります。ギャラクシーはね、カメラの部分ですごく魅力はありました。で、
アクオスも、なんだろう、使い勝手が良さそうっていうところでは魅力がありました。で、エクスペリア何が魅力があったかっていうと、後でまた触れますけど、実は私、一眼レフのカメラはソニー使ってます。それの動機撮ったりするのは、あといろいろね、管理するのもソニーのアプリ入れたりとかするので、それがちょっとね、いいのかなって思ったりしたんですけど、別に他の Android でも良かったみたいなんですけどね、ちょっと思ったりもして、あとは最近あんまりやってないんですけど、ゲーム、プレステとかでゲームやるのに、エクスペリアがいいのかなというのもあって、あえてのエクスペリアです。ほんとね、すごく悩んだんですよ。で、この3機種の中でどれがいいかって言われて、ーと思ったんですね。結構ね、アクオスも心惹かれました。平均してすごくいいスペックだと思います。で、ギャラクシーもいいかなと思ったんですけど、あえてのエクスペリア。これはね、ただ単に私がソニーが好き っていう、ソニー製品がね、そんなにね、好きっていうわけじゃないんですけど、家の中見回してみると、私結構ソニー、アップル製品かソニー製品が多いので、そういうこともあってね、エクスペリア選んでみました。で、それが、今回選んだ理由です。で、エクスペリア届いて、もうすぐ、明日で1週間かな？まだ1週間経たないか。もうすぐ1週間になります。いろいろ触ってみてですね、感想なんですけど、一番言われてるところ、ね、このエクスペリアの、この指紋認証の位置、ここなんですね。ど真ん中。ど真ん中よりちょっと上なのかな。ここがね、位置が悪いっていうのが私の感想です。こう来るんですね。だから、私、人差し指と中指と両方登録はしてるんですけど、こうなるんですね。でも、スマホって持つときってこうじゃないですか。ここにね、カメラがあるのもちょっとね、どうかなと思って、レンズがね、今まで iPhone で慣れちゃってるんで。で、下持てばね、確かに、こう、いけるんだけど、下もこう、持ちづらいし。確かにね、このね、背面のデザインについては、今後、ちょっとね、考えてほしいかなと思います。指紋認証ね、背面って確かにいいんですけど、もう少し上だと思う、みんな。どうですか？私はね、もうちょっと上が良かった。で、カメラ位置がね、もうちょっと上に行けば、背面のデザインはベストだったと思います。このちょっとツルツルした感じとか、湾曲した感じとか、っていうのすごく手に馴染みやすくて良かったんですが、それはね、ちょっと残念なところ。あとまだね、正直なところ、いろんなアプリとか入れてないので、わからないんですが、今のところサクサク動いてます。問題ないです。それがね、すごく心配だったんですが、アプリの動作問題はないです。で、ちょっとね、このエクスペリアと iPhone について、サイズだったりとか、いろんな比較をしてみようかと思いまして、比較したものどうぞ。 iPhone
セブンプラスとエクスペリア XZ2、 ちょっとスペックですね、まあ中身について細かくというよりも、まあ外観とか重さ比べてみました。まずですね、横幅も縦もですね、一回り iPhone 7 Plus の方が大きい感じですね。で、こう比べてみるとですね、ちょっと写真修正してる部分もあるんで、若干歪みもあるんですが、画面サイズがね、やっぱり7 Plus は 5.5 インチ。で、Xperia の方が 5.7 インチ。ちょっと縦長なので、その分サイズが大きくなるということですね。で、重さですが、これ7 Plus の方が、iPhone の方が 10g 軽いです。というのも、そのすぐ下に書いてある通り、厚さがですね、結構違います。薄いところはね、そんなに違わないんですが、縁の部分はそんな違わないんですが、Xperia、中心部分がかなり厚くなってます。その分やはり10g。iPhone に比べて、7 Plus に比べて、一回り小さいにもかかわらず 10g 重いのはちょっと厚みのせいだと思います。ただね、この曲面に、裏がね、曲面になってることで、持ちやすさ、手に馴染みやすさっていうのはあるかと思います。ね、iPhone 7 Plus ですが、やっぱり5ミリ、6ミリぐらい幅が大きいだけなんですけど、私普通の一人、女性の中でも手が小さい方なんですが、裏にね、バンカーリングとか、今はちょっとね、別のタイプの、まあ、滑り防止ですね、つけてるんですが、そういったものつけないと、私は iPhone 7 Plus、ずっと握ってられないんですけど、Xperia、ちょっと重みはあるんですけど、ちょっと小さい分、しっかり握ることはできます。次にちょっと比較してみたいのが、カメラ機能についてですね。正直私自身、写真撮るのが好きなので、ガラケーの時からですね、カメラ機能ってすごく重要なポイントだったんですが、じゃあまあ本当はね、今回 au、aquos と galaxy と、エクスペリアと3種類出た中で、ギャラクシーがね、一番カメラ良かったんじゃないかなと思うんですけど、あえて、ソニーにエクスペリアにしてます。まあこれ理由、まあ写真の部分について理由なんですが、本当はね、ギャラクシーのスペック欲しかったんですが、普段使ってる一眼レフがね、ソニーのものなんで、まあ、ちょっと使い勝手が近いもの。あと、昔ね、ガラケー時代も私ずっとソニー使ってたんで、まあ、ちょっと写真の部分は、まあ、一眼レフもあるし、今度の秋、もしかしたら iPhone、ね、もっといいカメラ出るかもしれないし、というところでね、ちょっとまあギャラクシーのスペックなくてもいいかなと思って、Xperia で妥協してます。で、ただまあ妥協してるとは言っても、一眼レフの方でね、α の 7-2 使ってるんですが、そっちの手ブレ補正とかすごくいいんで、まあ手ブレ補正は、今後期待したいと思います。まずはね、 iPhone 7 Plus で撮影した写真、普通に撮影した写真からちょっと
見ていきます。普通に撮影した写真こんな感じですね。セブンプラス、正直1年半ぐらい前の機種なので、画素数とかはね、劣ります。で、綺麗は綺麗なんですよ。なんですけど、ちょっとね、やっぱ薄っぺらいかなーっていうのが気持ちあります。まあ、でもこれでもね、十分綺麗に撮れてるとは思います。次に、エクスペリアで撮った写真。これもあえて設定などを触らずに普通に撮った写真です。さっきのね、iPhone に比べてちょっと明るい感じになってますね。ただまあ、すごく画素数はこのエクスペリアの方がいいので、綺麗に出てるんじゃないかなとは思ってます。まあ十分じゃないですかね、これで。次にですね、まあ似たような機能が一つありましたので、それ比べたいと思います。iPhone 7 Plus には、一眼レフっぽく撮れるポートレート機能がありましたので、そちらですね、使ってみて、背景ぼかしを入れた写真がこちらですね。まあ、今回はね、これうまく撮れてる方かな。花とかね、こういったものはね、うまくぼかせる感じがするんですよね。で、次にですね、エクスペリアの方にあったぼかしモードみたいな機能を使ってみたんですが、これはね、これもまあ似たような感じにはなるんですが、とね、さっきの iPhone は、まあ、一つの iPhone に対してレンズが2枚ついてるんで、同時に一斉にぼかしようと、まあ、近接用の写真撮るから1回の操作で済むんですが、もちろんエクスペリアもね、1回の操作なんですけど、2枚写真撮りますって出ます。だからぼかした写真とそうじゃない写真を撮って、2枚撮って合成したっていう感じでね、やっぱりね、これはね、まあ、ちょっと悪くはないけど、iPhone のポートレートの方が私の中ではまだちょっとナチュラルだったかなーっていう気はします。で、最後にですね、この写真の比較、これね、これ比較しちゃうとどうよって話なんですが、さっき話に出ました、ソニーの α7II。これ、あえて設定触らずオートモードで撮影した写真です。で、先ほどのスマホで撮った時の後ろのね、ぼかしと同じようなぼかし出てると思うんですが、もう全然鼻の色も違うし、ぼかしも違うし、やっぱりね、スマホものすごく良くなった、写真カメラ良くなったと言っても、一眼には到底かなわないということはね、改めて思い知りました。で、結構私もそのことはね、ショックです。いや、こんなに差が出るとは思わなかったんでね、やっぱり今後も一眼は一眼で、まあ、簡単な写真はスマホで撮るみたいな使い分けはしていきたいなとは思います。というわけでですね、まあちょっとカメラのところまで、比較してみました。カメラはね、いろいろ、もしかしたらアプリとかをうまく使いこなせれば面白いのかもしれません。でもまだね、ちょっと未知数です。ただ手ブレ補正すごいいいとは思います。信じてます、これは。最後にですね、今回エクスペリア初めて Android を買ったということで、
合わせて購入したですね、いろんなちょっと周辺機器の紹介を最後にしたいと思います。まず1つ目、ケーブルです。あの iPhone だとライトニングケーブル必ず1本入ってるんですが、Xperia とかはね入ってないんですね。でしかも USB-C ということもあって、もう支給で注文しました。まず、ちょっと2本今回注文してます。アンカーさんのケーブルとチロさんのケーブル、私どっちのメーカーも私大好きなんで、アンカーさん、普段もねバッテリーとか、ケーブル iPhone の方でもアンカーさん、チーロさんお世話になってますので、こちらを購入しました。こちらアンカーさんのケーブルですね。これが 1.8m ロングタイプです。でもう一つ、さっき見せたのがチーロさんのケーブル、ここロゴ入ってますね。でこのチーロさんのケーブル 1m だから、まあ持ち歩き用と自宅用という感じで使い分けようかなとは思ってます。 iPhone のケーブルもね、実際私アンカーさんの 1.8、自宅用で使ってます。これちょっとねライトニングケーブルの方なんですけど、これが iPhone 用です。私は使ってるのはこれなので、ケーブルをまず買いました。あとはね、一応ちょっと保護フィルム、保護ガラス今後貼ろうかと思ってますが、これも購入しました。ちょっと中身見てみましょう。いや、まだね発売したばっかりの携帯なんで、あんまりね種類がないです。なそんな中で、あとねこうエッジちょっと丸みがあるものに関しては実際に機種に貼ってみないとわからないっていうところがあるんですけど、 iPhone と違って、Android の携帯については結構早い時期からモック出てますので、多分ねメーカーさんもね Android の携帯って事前にもうサイズとかモックとかって渡されてやってると思うので、ぴったりいけると思います。 iPhone は一応こう非公式で、非公式だと公式もあるんですけど、メーカーさんの方にサイズとかが伝わってはいるんですけど、実物が出てみないとわからないっていう問題点、ドキドキ感があります。なので、結構 iPhone のね周辺機器っていうの、特にガラスフィルム、今回買ったのは Xperia 買ったのこれなんですけど、買う、iPhone に関してはね、大きく形が変わった時はフィルムとかは最初からいきなりガラスフィルム買うのは勇気いると思います。私は普通に保護フィルムを買ってし、2ヶ月ぐらいするときっと市場で回ってくると思うので、それからガラスフィルム買った方がいいと思ってます。これ私の個人的見解です。あとねこのね丸みがいい丸みがいいってずっと言ってきました、持ちやすいって。でも一つ問題点があります。これね丸いがゆえにまっすぐな平らなところにこうやって置いた時にはいいんですけど、ちょっとでも斜めなところに置くと滑っちゃいます、滑り落ちちゃいます。あとカメラね、ここがカメラなんで保護されてません。でそれがちょっと気になったので、今回これちょっと TPU のケースなんですが、iPhone とかでもねよくありますよね、
私もう iPhone のケースしかよくわかんないんですけど、こういう中に入ってるケース、ティビューの柔らかいグニグニっとしたケースは、TPU なんで、おそらく使ってて半年もしたら色がこう黄ばんできちゃったりすると思います。その前にね、この中のオイル、今もちょっとつけてみましたけど、この中のオイルとかが揮発してしまったりとか、なんかねぶつけちゃって液漏れしたりとかっていう可能性はゼロじゃないです。このケースね、すごいこういうケース女性の方可愛いって思うと思うんですけど、そのデメリットもね結構あるケースなんで注意した方がいいかなと思います。これだとね、まずここすごく平らになります。分厚くはなるんですけど、さらに分厚くなるんです、あれなんですけど、ただまあここが一応分かりづらいんだよね、斜めにはなってるので持つのには持ちやすいです。で、指紋認証のところ大きく穴開いてます。今までだとね、ちょっと感覚で触ってたんで、間違ってうっかりこうカメラのレンズに指触っちゃったりとかしてたのがなくなりそうなので、これは良さそうです。あと横のボタンもね全部カバーされてるんで、ただちょっとね押しにくいかな、ちょっと硬いかな。でも安かったです。1000円ぐらいのケース、今回は一応これを使いますね。で、これが周辺機器以上になります。まあ、あとはね、モバイルバッテリーとかは iPhone とかで私ずっと使ってるものもあるので、そちらを使っていきたいと思います。では今回はね、買ってちょっと使ってみた、ちょっと触ってみたっていうレビュー動画でした。で、皆さん、前回の動画もね、いろいろコメントをいただいてありがとうございます。あと、厳しいお言葉もね、かなりいただきました。でも、私は私なりに頑張りたいと思います。例えばね、こうした方がいいよとか、そういうアドバイスいただけるとすごく嬉しいです。では、よかったらまた次回も見てください。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。それではまた。